めちゃ教わってや。さあ行きましょうかね。3位決定戦になります。先鋒戦カットブーシー VS エアリーブ。さあ大事なのは相方選び、間違いない。まずは1本目、まずは片手に1本の下段で崩れてワンコンボ。これだけでもう体力伸ばしてくる。さあため込んではいけなかったか、ダッシュ振りまして制空権を取るリーズ。固めて暴れたところにコバが刺さる。入るまでさあ着地したところにそれがどんどん決めて気持ちいいのところ。何度やっても結果は同じだ。ゲージ全部放出してこのスキル、まずは一本先生、はい、エアリブ。さあ最高だったが最後に奪わない。ファイルまで入れてこのダメージ。さあ画面端のリーブの構成が効く。さあジャンシー当たったけど表情変わらない。さあゲージが溜まった分子も押し返していきたい。ここで落とすかく投げが深くて見逃さない。ランコンボがエリアルから投げまで。さあ体力、さあ溜めたところパイルです。ちょっときっちりするで。ディスリコード勝ったのはエアリブ。さあ何の練習TN500 もう座るなり C ボタンを叩く練習。さあ大勝戦になります。赤星サスユーヨク TN500。 さあこの試合でも TN の勝ちが光るのか、勝ちが対策に見せるのか。どんな作りが行う見ていきましょう。対象戦赤星さしるよく TN ドハグ、まずは1本目。さあお互いジャンピーでカウンターの取り合い、空中最後も使って職場も使って、まあ滑り込んできたが職場が敷いてるよ。ここで開けなかったけどここで人が崩れる。しかし下段、さあ離してしかして中段行ったけど暴れている。さあ、しゃがみ捜査へ。噛み合って。今度が、出たか出なかったか。さあ、ボーと言いながらも、今度やり直し。さあ、ぶっ放していく。これは死なないな。さあ、コマンドミス。まずは先生、赤星さし。さあさあどうなる。特に集積になったね。ライジを取っていきたい。おっとバットにレーベンシールドを上を稼いでいったが、ここでワンコンボ。次に行って今から旅立つ今すぐコーチがこの方式どうなってるか。さあジャンシーから距離を測ってきっちりボールを使って今度は足を張っていく。とりあえず放出。さあ俺に嫌だったかバックストップで回避。下段が通る投げで締めで。さあどうするバックストップからじゃん。最後回避ダッシュだ。受けに立って気になるわ。ボーと言いながら飛び出す。さあ投げないと。まずはお互い空中戦、どこを先に。まあどこだ。さあスパイクスライディングからダメージ投げ上げ、ゆっくりマヨパン当てて起きてみる形。さあ待て中断。サメパンサメパンスライディングが叩くのも中断とか上段出ないがダウン打ちのダッシュダンクまで。
なのが決まっている。ダウンロードしかでユキサム。さあパーフェクトで上がる差しの勝利、決定戦になります。若干あのコスパネにプラニー補正がかかってますけども、さあ3位決定戦、決定戦なぜか猫歩くで精神集中、そんなに猫歩く好きじゃないですよね大嫌いですよね、なんで選んでるの。さあなんかこう見ることによってこう敵対心を燃やして俺は強くなるみたいな、そんな精神集中があってもいいじゃないか。見逃して、ラウンド1ファイト。さあヤシャル特攻戦 AI ウィルグループアガスタシエ、まずは先制しているのはアガスタシエ、先制に対してスライディング、さあバンカーでぶち上げて、カウンターから拾わないし、これはまとまったダメージが取れなくなりましたから逃げられないよ。ガールダンクまで、さあおっとコマンドミスを見逃さない、距離を測ってしながらから拾い直し、ダメージが取れなくてエリックまで、さあまずは赤星サツキ一本選手、このままサツキが流れを持っていくのか、さあ通常で重くの重さでスライディングをジャンプかぶせて画面走、さあゲージがあるよ、叩きつけて、さあどうなる、2択の叩き、ここはゲージ使ってターン停止、さあ邪魔を絡めて、でランクフローズも本望にはいけない、でもダークラがモルモル振っている、裏返して押しのいで、さあ最後の選択肢になるのが、ダマンキーダス、ダンクボーハズ、さあコマンドフローに入れ替わってダンクボーハズ、ウェーブが取り返してファイナルラウンド、飛び込んでいった、ここも入ってこれはミスるか、おっと操作してお互いで、さあちょっとヒヤッとした展開、さあ一位スタート飲んで今日も入るけど、ゲージ使って大きい攻めはどうなんの、裏の裏切ったらこんなに上がんねん、さあやってみるのどうだったか、一塁へジャンプ直後ある、逃がしてボタン入れ替わるよ、シールドからハンガンド、さあ決まりました。というわけで、3位決定戦制したのは野村山にわかチーム、3位決定おめでとうございます。はい。